皆さんこんばんは。学園天国エル楽園の岸あたるです。本日は週末、今週もあと数分数秒で終わるということで、新しい週がもうすぐそこに来ています。皆さんにとって今週はどんな1週間でしたか？いい1週間を過ごせたと思う皆さんは、引き続き来週もいい週になりますように。あまりいい週ではなかったなと思う人も、残り少なくなった今日、今この時に気持ちを切り替えて、間もなくやってくる新しい週はきっといい週になると前向きな気持ちでお迎えしませんか？年末の年越しですと、ここで108つの煩悩を払う除夜の鐘が鳴るところなんでしょうけれど、そこまで大々的なものではなく、今週分の誇りをすす払いするくらいの気持ちで、皆様にもおなじみだと思われます16打の音で奏でられるあの鐘の音を聞きながら、ご一緒に去りゆく週を送り、新たに来る週をお迎えしましょう。新週明けました。より良い1週間にする時間の始まりです。今週もそれぞれ健康にはお気をつけいただきながら、悔いのない1日1日を重ねていく1週間にしていきましょう。さあ、今週が始まりました。皆さん改めましてこんばんは、岸あたるです。僕が喋り出したということは、一人か思うかもしれませんが、違うんですよ。私とは別にこの方がいてくれます。皆さんこんばんは、ココトナ工作室のあっこです。5月12日になりました。皆さんいかがお過ごしですか？新しくやってきた今週も元気に参りましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう嬉しいっしょね。あっこちゃんがいてくれるんですよ。で、本当ありがたいわだけじゃないんです。部活仲間の心のオアシス、めぐちゃんです。皆さんこんばんは、めぐちゃんです。心のオアシスです。そして最近はお花が咲いてます。オアシスによろしくお願いします。よろしくお願いします。もう本当にね、もうありがたいわ。ほんまに一人で喋り出した時、本当に一人っていうのがよくあったんで、ね、だからもう今日女子に囲まれてですからね、いいですよ。先週ちょっとラジオ聞いてて、はい、朝ね、うんうん、渡良瀬橋、はい、森高千里さんの、はい、聞こえてきたんですよ、うん、まあまあね、北風に当たって風邪ひいたっていう歌ですけど、はい、渡良瀬橋を聞いて、ああ森高千里さん綺麗な子やなって、出てきた時から綺麗な子やなと思って見てたんですけど、はい、今も変わらず綺麗な子やなと思う。本当にね。もうね、綺麗な人だなってなっていくと思うんですけど、綺麗な子やなのままいけるってね、よっぽどですよ。本当にで、ミニスカート履いて嫌味でないし、あの子。そうなんですよね、あれはすごいなと思って。で、まあね、その後ね、そのラジオ、朝のラジオですよ、6時半からかな、はい、流れてたラジオ、まあちょっと通勤で使ってる車の中で流れてた、うん、北ウイングが、はあ、秋田ちゃん。もうぜひ YouTube 開いて秋田ちゃんのチャンネルの見てください。ジャズバージョンで 今の秋田ちゃんが歌ってるの、しびれますか。そうだや、はい、もうあの吐息がもうね、いい感じで、もあの俺がシングル版で持ってる明菜ちゃんの北ウィングやったんや、はい、いやそれは良かったよ。朝からええもん聞いたなって思って、ダメですね、歌い出しそうになりま
それは本当にいやすごいなと思って、うん、まあこのセレクトがねすごくありがたいっていうか、うん、なんかご当地の、はいはい、なんか歌っていうんで、うん、あれがそう国際空港かなんかでしょ、成田、ね、かな、成田ですね、ご当地ソングみたいな扱いで、はい、でね、その後に流れたのがね、うん、筑波合唱団ですよ、筑波合唱団デューク SS の、うん、セカンドテナーはアマガエルってやつもうご当地ちゃご当地やけどと俺らが聞いた、でも楽しかった、あ久しぶりに聞きましたけどね、すごい楽しかったです、この幅広い、僕ね覚えてあれが筑波だから茨城か、そうですね、僕がご当地だと思うのはね山の中で、うん、猫と犬とキジとなんとかが動物がね鳴くっていう歌があったんですよ。へー、桃太郎みたいな。埼玉県の山奥でっていう歌があって、へー、そう、それがね僕の中ではまあ今思ったら僕が認識した最初の多分ご当地ソングちゃうかなと思うんですけど、うん、あるんかな、まあ、多分 YouTube で探せばあるんやと思うんですけど、ね、あると思いますね、またちょっと調べたら、QR コード貼り付けてみたいと思いますが、そんなこともあり、なんかね週末だったんですよ、うん、でまあ今日こうやってね、お二人と一緒にこうまた新しい週を迎えられたという、はい、本当にありがたいなと思うんですが、めぐちゃんそういえばどういう歌を聴くとかあるの？どういう歌、ですね、私はお仕事ばっかりをして子供の学費がすごかったのでずっと歌を聴いてない最後の30年がありました。あ、そうすると子供たちがはいお母さんカラオケはい歌ってくださいって言うと歌える歌がないんですよ。すごく昔の歌になるので、最近テレビもあまりつけないんですけど、でテレビは NHK が好きなんで NHK も歌はあんまりしないので、そうするとたまに時間を確認するので朝民放つけてったらなんか聞こえてくる、うんうん、歌とか、うん、夜に今日は何か特別みたいなものがあるのかなというので、テレビの番組表を見るときに、うん、民放なんかをつけてたら聞こえてくる。そうするとこれって私が歌える歌かなって、そこのところがそこからの歌なんですよ。確かにね、はい、今もう無理だもん、ヒゲダンとか言われても、はい、もう まず自分が入ってこないというか、うんうん、スピッツがギリギリかな、うん、自分が歌えるかもしれないってこう思えるのが、うんうん、スピッツもね、はい、今の世代から言うとだいぶ前になってくるんでしょうけど、はい、ですよね、だから女性の歌とかね、うん、もうそう30年冬眠しとったみたいな歌っていうところからいきますとね、そうなんですよ、いきなりやもんね、そうなんです、間がないから、そうか、うん、なるほどな、はい、でその30年前っていうと、はい、めぐちゃんが言うように相当昔の歌になるんやけどっていう歌は、うん、はい、どの辺の歌になるの？聖子ちゃんとか、そうですね、聖子ちゃんとか、そうですね、はい、同年代ですよね、同年代ですね、はいはい、中3トリオとかね、あ、はい、あ、桃江ちゃん、はい、もう一つ、はい、一つ上だ、はい、はいはい、僕らが中1コースが、はい、桜田純子ちゃんで、はい、中1時代というはい、中1時代と中1コースだ、はい、時代が山口百恵さんだった、うん、はい、あの時代ですね、はい、その後が、はい、多分松田聖子さんだったかな、そうですね、そうです、やっこちゃんの時の中1コース、うん、中1時代だったの、いや、わかんないですけど、あ、うん、私親戚が多くて、でお姉ちゃんが10個ぐらいいとこね、離れてたりとかするので、桃江ちゃんの曲だったりとか、 あとピンクレディーさんとかがなんか当たり前に馴染みであった感じなので、その頃のも好きです。あ、そこそこそこ、今ね特に
びっくりするぐらい若い子が昭和の歌を、そうですよ、昭和アイドルをすごいリスペクトして、うん、俺らよりよう知っとるやみたいなことを思ったりするから、うん、いやいや、もう時代がすごいことになってるなと、うん、歌に関しては私の勘は全然当たらないみたいなのを2回自覚しました。どういうこと？ピンクレディが出てきた時にこのなんかとんでもない脈絡のない、あーそういうことか、え脈絡のないこの歌、何このペッパー警部、はい、これ、はい、これは歌なのかって、はい、そう衝撃がね、そう、それとあと、はい、桑田さんですね、あこのガラガラ声でこれは歌手なんですかって、はい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 、またね、渚のシンドバッドみたいな、あの勝手にシンドバッドってそうどういうことみたいな、そう、ね、今何時って言われてね、大体ねって言われてね、いや教えてみたいなねとんでもないわって思った、ね、その、うん、はい、二組がね、後すごいことになりましたでしょ、スターもなったもんね、そう、うん、桑田さんは確かにそうやな、はい、あの当時だから、はい、渚のシンドバッドと、はい、勝手にし沢田研さんの勝手に仕上がれを、うん、はい、こう2つに割って、はい、くっつけたようなタイトルで出てこられた時に、はい、英語的に日本語を喋るっていう走り、はい、そうですね、あの当時そう僕ら佐野元春さんもそんな感じやったんで、あ、ちょっと似てるなというふうに思ったけど、はい、もう桑田さんは全然もう世界が違うかったっていう、ね、うんうん、そうあった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 、そう、あったわ、そうか、その時代か、はい、だから、はいはいはい、私は音楽に関しては何のピンともないなってピンときたのが、あ、これは全然間違いやったなと、はいはい、なるほどね、あ、そういう時代ですよね、なんかね、ずっと聴いてた音楽に溢れてた、うん、感じがあるので、うんうん、いろんな時のその曲、うん、歌とかっていうのが、うん、うんうん、未だに思い出とともにあるやつもあるし、うん、あ、今あの現在走ってる子供たちと、うん、とか作り下地とカラオケ行くと、うん、その現代の歌もあれなので、うん、覚えて歌えてくださいって言われると、うん、頑張るじゃないですか、まあ声が出ないしあの舌を噛みそうになる、うん、肝心なとこ英語になるから、うん、自分でも何言ってるか分からない、わーって言いますよね、でも今の子はそういう意味ではそのいろんな他国籍を一緒の歌詞の中で、歌詞の中で歌うっていうすごい頭の回転やろうなと思うよね、そうですね、はい、だから本当隔たりがどん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 そういうのにもね、うん、なくなってきてるんだろうなと思って、うんうんね、まあいい方向に行ってくれればいいなと思うんで、うん、まあ歌を楽しみながらね歌うっていうことは全然ね僕らの子供の頃とも何も変わってないから、そうですそうです、もうね、それは楽しみとしてやってもらい、続けてもらえたらというふうには思いますよね、いや本当、あきらちゃんの声久しぶりに聞いて、あ、俺シングル版探してみようと思いましたね、もうぜひぜひ、あきらは最高でございますね、はい、本当にね、いやまた楽しみになりました、うん、それでですね、うん、大型連休も終わりました、はい、先週月曜日がね休みでしたから、ね、うんうん、大型連休最後が月曜日でしたからね、一、はい、日もと救われた方もいらっしゃる、うん、多いかもしれませんが、はい、そういう人たちが休み明けということでちょっと頑張ったりなんかすると体調が崩れたりはしないのかというふうに思うんですけどもね、そうですね、適応がうまいこといかなくて心身のバランスが崩れてるので、ゆっくりと慣らしながら頑張りすぎないように気をつけましょう、はい、そういうことでございます、うん、なんかこう生活のリズムを取り戻すっていうことでなんかこう簡単にできることってないんですかね、まあそうですね、こんな深夜の番組でね夜行性の私が言うのもなんだとは思うんですけども朝晴れたらねやっぱり積極的に太陽の光を浴びてみるとか朝の太陽の光を浴びると別名なんだったっけあれの幸せホルモンってやつで、あのホルモンは美味しいですね、ようにやいてね、そうそうそう、ね、その幸せホルモンと呼ばれるセロトニンが、うんうん、あの増えて不安の解消につながるって言ってるので、なんかやっぱりその自然の中に自然と共に生きるっていうことが結構大事なのかなと思って、そうね、うん、リズムとのそれは大事よね、あの、うん、もう経験はないんやけど時差ボケした時に、うんうんうん、太陽の光を浴びると体内時計が整えられるとかいうのは聞いたことがあるんでね、うん、あ
本当に積極的に晴れた日、まあ、さつき晴れというね、そうですね、日ですかね、ありますから、その時に太陽光を浴びるという大事だと思います。まあ、先週に引き続いてこの五月病解消法にもつながるというふうに思うんですけど、はい、自分の状態を一歩下がったとこから自分の状態を見ることで、現実的な判断ができたりします。自分の気持ちを言葉にして書き出してみるのもいいですね。今自分の状態はどのような状態なのか、何が必要なんかなっていうのも見えてくると思うので、それを信頼できる人に相談するのもまたよし、書き出して自分で見るのもまたよしっていう感じですね。知るっていうのがやっぱ大事かなと思いますね。自分のことは自分案外自分で分からないですね。分からない。で、時には周りの助けをこうなんていうんですか、恥ずかしがらずに、なんかこう遠慮しながらっていうことじゃなくて、もう積極的にね、助けを求めてみる、恐れないという姿勢が大切っていうことかもしれません。できてない、私はこれができてないのよというふうにね、できてないところばっかり見てしまって、自分を責めるところから始まるからめいってしまうっていうね、人もいらっしゃるんでね、まあ、この時期くらいは目標達成のハードルを下げてみるとか、私はこうしなくてはいけないとか、こうあるべきだみたいなね、信念も大事なんですけど、こだわりすぎると自分が苦しくなるし、できなかった時に心を痛めて何してるんかわからんくなるって、周りの人と比較せずに自分が達成できるところからやってみたらどうかなと思います。そうしながら一人で抱え込むことじゃなく、周りの人と関わることで自分に相談できる人がいるって思うことになれば、気持ちは結構軽くなると思います。そうやね、なんかね、孤独っていうふうにこう思い自覚せんでもなんとなくそう思ってしまうって言いがちやからね、なんか一人で抱え込むとね、だから自分には相談できる人がおるんだっていう、なんかホッとできるところっていうのがあると全然違いますよね。そうですね、案外僕らもっていうか、僕なんかもこの月に何回かですけど、みんなで集まってこんな話をするっていう、まあ、もうちょっとしたらこの時間が来るっていう楽しみもある、誰かに会うっていうすごくね、そうですね、楽しみっていうのがあるんで、そういう時間を作るのもいいと思いますね。気持ちをこうフラットにできる場所だったり人だったりね、時間っていうのは結構大事にした方がいいなと思いますね。だからまあ本当によくあるんですけど、五月病と言われますけど、正式な、 なんか、ね、病名ではないそうなんですが、総称しての五月病と言われてますけど、気をつけてね、自分が一番大事ですから。そうです、命が大事ですから。はい、守るという意味でも、今あこちゃんが言ってくれたようなことを試してみる、やってみるっていうのはいかがでしょうか。我々もね、新しいことをチャレンジしようという、ことも一つの目標になってますから、はい、これもね、絶対達成しなければいけないとかね、使命感ではないんですよ、そうです。ただなんとなくね、使命みたいに思いたいって思ってるというのがあるんですね。そうですね、これはね、使命感でやるとしんどいんですけど、いや俺こんな使命を背負ってんちゃうっていう、なんか、ね、その気持ちがすごい、なんかね、そうですね、やりがいというか、張り合い、なんか心の張りみたいな、で心の張りを持ってこういうことやりたいなと思ってめぐちゃんに相談すると、それ私できるでみたいなのがあったんですよ。ね、すごいんですよ。まあまあちょっと別の番組でも話しましたけどね、チョコレート作るっていう話、チョコレート、まあ、バレンタインでね、はい、女子の方は結構経験されたと思います。ありもののチョコレート、市販されてるチョコレートを溶かして型に入れるっていうチョコレートの作り方ではないんです。これカカオ豆って売ってんの？え、カカオ豆、買おうと思ったら買えますよ。別にカカオのなっとる国へ行って交渉してそれを取って、いや、来ないか、そんなことない。それも見たいけどな、それも見たいけど、やってそうですからね。こっちのこっちのってこっちの切ってって言って言ってそう。
そうか、あ、手に入るんですよね。でもそこから見れたらすごい、あ、そこから見たら収穫じゃないですよ。カカオ豆として、ま、豆として、いや収穫も見てみたいけど、はい、ちょっとあのね、僕らこの間行ったの桃農家のやつにちょっと相談してみようかな。カカオ豆植えてみへんいや、豆からって、ま、本当に豆でくるんですよね。え、ま、豆ですよあの、なんだっけ、ま、豆がこう、あの袋に入っとる、あのコーヒー豆みたいな感じ、ね、うん、コーヒー豆は麻袋みたいなのに入っとるでしょ、はいはい、じゃなくて、私がその習いに行ってたところで 見てたのは、うん、あの犬や猫の大きい餌みたいな、あ、ドッグフードや、そうそうそう、キャットフードみたいな、みたいな袋に、あれのちょっとちっちゃいバージョンに入っとるようなあ のを見ましたけど、私はね、はいはい、そこから見れたらすごい、うんうん、そうですね、こうなるんやっていう製造過程もね、うん、でそこから、はい、引くんですよね、焙煎して、あ、焼くんですね、焼くんです、さっき焼くんです、さっき焼くんです、はいはい、焼いて、うん、で皮むいて、はい、っていう、はい、そんな過程か、はいはい、チョコレート作るということで言えば、あ、うん、想像ができない世界でございますが、そういう状況からが、うん、ひょっとしたらですよ、うん、近所で見れるかもしれないね。メグちゃんがやるとしたらそっからなんやろ。そう、うん、あの今これ出したんですけど、私これはどこの国のって言って聞いた時に、いや頼んどったんと間違った国から来とって、今日のはベリーズっていう国で来たって、いや綺麗な名前の国やねって言って、うん、はい、そうカカオ豆が来た、はい、まあ、産地によってでもね、やっぱりその豆の特徴があるから楽しみが増えますね、はい、そうなんですよ、うん、はい、明治かロッテかみたいな話じゃないよね。ね、そうなんですよ。はい。うん、すごいな、はい。いやいや、はい、国内では作ってないんかな。作ってないことはないですけど、何でも国内で普通作りにくいもんって言ったらすごい高価になりますよね。なるほどね。だから、うん、どこのんがあの使いやすくってあんまり高くなくってとかっていうのは調べた方がいいかもわかりますよね。なるほどね。はい。うんうん、はい。でもまあまあ、でもね、これねすごいなんかあの、うん、絵空事みたいな話してますけど、はい、現実的にやりそうなんですよ。やりたいと思ってるんですよ僕はね、はい、実際ね、はい、うん、めぐちゃんにはちょっと負担がかかるかもしれませんが、でも覚えたらできますよね、あたるさんだって、はい、手伝うことは、はい、皮むくぐらいはできそうね。ね、試験勉強をし直しせな私がね、ブランクがあるので、あ、はい、何年かあるので、でもすぐ思い出しそうですけど ね、読んでたらテキストとかね、あ、こういうふうにやったなみたいなのが、うん、何年前の話、うん、コロナが始まった年です。そんなめちゃめちゃ昔じゃないってことですか。ない、昔ではないんですけど、はい、あの実技だけじゃなくて学科も一緒にしようってので、そのね、はいはいはい、あのカリキュラムの時間があるから決められてますよね。そうなんですよ、だからそれでのなんで、そう、はい、でそれはだからその時に、チョコレート、うん、コーヒーのバリスタ、うん、でコーヒーの焙煎、うん、もう一緒にやってたってことでしょ。一緒以外その同時進行でやってた、うん、今日のこの時間はこれですよっていうのが決まってて、あ、はい、あ、その3コースをこういうふうにやっていくよっていう、ね、チョコレートはチョコレートのコースだけで、でコーヒーはコーヒーをの焙煎をするのと入れるのがこう一緒になっとったんですよ。はい、だけど試験は別々にあったんです、はい、卒業試験は別々にあったので、コーヒーとチョコレートは一緒に出しなさいいうことを学んだってことですね。もうそれカリキュラム的にね。うん、違う、あのこう、チョコレートはチョコレートだけ、はい、でコーヒーの焙煎とコーヒーの入れる方のバリスタが一つになった、はいはい、で私は横下に両方したんですよ。あ、だから、はい、あ、そもそもなんか取りに行く時から一緒に出そうってめぐちゃん思っとったってことですね。え、違うんですよただ
ただもうええやん、インストで。ただ欲なんですよ。いやでも欲なんで両方とも興味があった。結局興味持って両方とも同時進行したってことは、うん、でもうめぐちゃんの中では一つになってるわけやから、もうこれワンセットで出てくるというふうにね、僕らは理解したいと思います。いやでもあのコーヒーもね、どないしてあの黒いところまで行くのかなとかね、チョコレートも食べよるけど元はどんなんって思いません？ね、分かります。ね、確かに、あの僕だからチョコレート言ったらどうしてもアーモンドが出てくるんですよ、はい、うんうん、豆とあのチョコレートのカカオ豆とは全然違うじゃないですか、はい、関係ない話でしょ、はいはい、だけど僕の中でチョコレートといえばアーモンドっていうイメージがあって、あれを焙煎するイメージがどうしてもこう抜けてなかった、はいはい、うん、でね、それがねこのカカオ豆から見られるっていうことになるとね、またちょっと違 う, こう感動があるかなと、ちょっと楽しみにしてるんですよね、はいはい、からでね、それを若い作り師さんが見て、はい、どういうふうにこう自分たちの中でこの焙煎していくかっていうのをまた楽しみにしたいなと思うし、それをアレンジしてパティシエを目指すような子が出てきてくれたら、これはまたね、うん、嬉しいですね。嬉しいな。だから幼稚園の、ね、遠足とかであの美術館とか行くんだったら、そのままこちらも経由してくださいと思いますよね。本当に ね, ね、そういう風な流れができると面白いですよね、うん、いやなんかちょっと本当いろんな意味で楽しみができてきて、うんうん、だからね、こんなことできんかなっていう話はもう本当ね、あの他にも言いましたけど、できんかなと思ったことはできるんじゃないかって思って口に出してみると、あの僕の場合ですけど案外近くにやってくれるやれる人がいたりなんかするので、ほぼめぐちゃんですけどほぼめぐちゃんでほぼあっこちゃんだったりするなんかね、まだよくわからんのやけどさーぐらいの感じで声に出してみるっていうのは結構有効かなと思いますね。すごくそういうのって大事やし、まあ本当に自分がやっぱ思い込めるしね、うん、これやれるんちゃうかって、うん、やりたいながやれるんちゃうか、うんうん、やれるんちゃうかが、うん、具体的なものがこう条件が整ってくると、うん、やれるやんになるわけです、うん、そうですね。だからそういうふうに道筋を立てていくというやり方もあっていいかなと、うんうん、そもそもめぐちゃんもね、はい、どななっとんっていうところから始まったでしょ、大体。何が？ああ習いに行った、うん、そうそうそうですそうです。もうただ興味あの何に対してもそのね、普通思わないやろっていうところに思う人なんですよね。そう。でも分かります。うん、私もいろんな資格取ってしてますけど、はい、ね、うん、心理もそうだし、はい、あの発達のことに関してのとかも、うん、色とかも取ってるんですけどね、うん、あのカラーセラピーのあれがあるので、うん、やっぱり結局そこに興味が湧くとか、うん、ここはどうなんだろうとか、うん、なぜなんだろうっていうところを掘りたくなるから習ってるわけで、そうだからみんなマニアックね、うん、そうそうそう、だからもう勉強は普通は人ないやろっていうふうに言われる、うん、その上お金と時間使ってそんなところまで行ってみたいなので、よく言われますね、うん、そう、なんか変わってるよねみたいな部類に入るみたいなんですよ、うん、はい、でもね、うん、ほら、うん、なんていうの、こう否定するわけじゃないけど、はい、学校の勉強とはまた違うんでしょ、うん、で自分が興味があること、うん、それがまあ、うん、特に、お金が稼げるとかっていう話になれば、はい、またちょっとニュアンスが変わってくるんですけど、はい、それでもそれが あった方がいいし、はい、あるに越したことはない、うん、でも自分の興味はまた別の部分にあったりするじゃないですか、うん、はい、学校の勉強ではこれは教えてくれない、うんうん、そうですね、っていうね、うん、もう専門学校なんかはその最たるものだとは思うんですけど、うん、だからそういうところで自分から行くっていうことはすごく大事なことだと思うし、うん、そこで得るその吸収力ってきっと学校で習わされるより、うんうん、自分から学びに行ってる方がやっぱり強いと思うんでね、うん、そうなんですよね、あのいや
願書を出さないかん、願書を出さないかんって言って卒業証明書を取らないかんとか書いてある。え、卒業証明書取って願書を出すっていうところから始まるの、みたいな始まりやったんですけど ね、はい、すごいよな、でもそれをやってのけてしまうめぐちゃんがすごいなと。そうですね、本当に。まあそう言いながらさっき、ね、何気なしに聞き流してたけど、いろいろ資格を取ってるあこちゃんもすごいけどね、そう、やっぱり資格があった方が何かと都合が良かったりすることもあったりするでしょ。そうですね、でも私の場合はあんまり関係がないというか、デカデカとそれを出してるからどうだって、うんうん、まあ、私の性格が歪んでるのかもしれないですけどもあるんですけど、それをこう複合的にまた自分の中でオリジナルに作り直したものでご相談に来てくださる方だったりとかのお話を聞いた時に、どこを強く出したらいいのかなとか、この人にとってはどうなんだろうっていうのを考えながらするっていうのが醍醐味であるので、だから習ってないとできないけれど、取ってたからその資格があるから有効ですかっていうのもまたちょっと違う、ただ選択肢としては提供できる選択肢は、増える感じです、ね、だからその自分が思ってることを声にするとか、だからといってやらなければならないにならないっていうのって今ずっと考えてたんですけど、ヒーローを自分の内側で育ててるのか、ヒーローとして前に出して外からの目で育ててるのかの差なんだろうなと思って、ってなるとストレスのかかりも違うし、その、まあ、学ぶ時間だったり、ね、ちょっと苦労する時間っていうのも、苦ではなく楽しめるとか面白がれる時間に変わったりするから全部有効になっていく。で、内側で育ててるものが必要な時にパワーを発揮して外に放出されるから本当にヒーローに移るけど、ありきたりなヒーローってこうだよねの中で外からそうだそうだっていう受けたものにつけていくと、やっぱハリボテになっちゃうから自分との乖離が起きてしんどくなっちゃう、続けられないっていうのがあるのかなっていうのを、はい、感じましたね。まあ本当こういう形でいろんな人、まあまあだったね、本当3人でいる話だけでもいろんなことがこう噛み合っていったり話がこう展開していったりするので、誰かと話をするってことはすごく大事なことで、そう、こんな話を難しい話をしているようなふりをして、今度マンホールの話になると全然違う話になっていく。そうなんですよ。その何でもないような話とか雑談とかって、その中に困りごとって誰しも起きていて、日常じゃないですか、だからヒントがある、だから普通にビジネスの話をするとか、お勉強の話だけっていう仲間のところに行くとそれだけしかないけれど、この雑談的な話、ゆるいつながりの中でみたいなのの方が宝物がとても多いっていうのに気がつくとまあ楽しい、そうだよね、それ確かにそうなんよな。で、勉強ね、ある程度の年齢になってすると若い時みたいに覚えられることって そんなにたくさんないから時間をかけないといけないじゃないですか、はい、そうすると何々試験受けて合格しましたいう喜びより最初始めた時に問題がこれは難しすぎて分かんないわっていうのがある程度進めてきた時にもう全くもう分からなかったものがある時たくさん分かるようになった。それって自分の中だけの嬉しい、ね、こんなに分かるようになったっていう、その方が私が体験した時は合格しましたっていうよりその喜びの方が大きかったんですよ。あ、でも分かる、同じ感じです、はい、理解したいなって学び出すんですけど、難しいなと思って、でも突然ね、はい、あで入ってくるようになる量が増えて、はい、で最終納得して、はい、あ、こういうことだったのかっていうのが、だからもうその過程をこうずっと味わうのが喜びに変わっていて、
かまあおまけみたいなもんですよね、はい、その資格を使って何かの役に立つとか誰かの役に立つっていうのは多分自分を満たすためにやってるから、そうするとその分かることの納得っていうのが自分の中でこう、あ、分かった分かった分かったの蓄積が出てできてくるでしょ。そうすると試験受けた時に子供に聞かれたの結果前にどう思うって言って、いや滑る気はしないんやっていうところまでやっぱりね、自分の自信がいってるんですよ。確固たるものになってるんやね、はい、そうなんですよ ね、 なるほどね。そういうのも体験できますよね。そうですね、そうやね。これはこうだからっていう、そういう学校の教育というか、ね、答えはだからこうですだけじゃないっていうのも分かっていくし、じゃあ自分にとって合うものはどれなんだろうっていうのとか、相手に対しての、まあ、受け答えってどうなっていくんだろうとかね、やっぱりその同じ資格一つにしてもやっぱ扱い方一つで変わるから、またねそれも面白いし、同じ心理カウンセラーとしてやられてる方はもう5万といらっしゃるけど、やっぱみんなそれぞれの色があって、それに合う方がやっぱりマッチングできないとダメなんだろうなと思いますね。なるほどね、そっかそっか。あのぐちゃぐちゃになってる ルービックキューブが、なんか何かの弾みでカンカンってこうあった時に、そうですね、色がパキンと揃う、あれ表も裏も揃ってるみたいなところがどっかで入るんやろね、そう、なるほどな。それは楽しいやろうね。そうです、実感できたら特にね、なるほどね。そういうなんかちょっと時間の作り方、過ごし方っていうのも含めて、自分が今興味があることに、ちょっとそのなんか資格ではないけど、なんかそういう学習できるようなものにチャレンジしてみるのもいいかもしれないね。そうですよ、面白いね、資格っていうかね、試験みたいなのもね、あるんですよ。今度あんこさんに教えてあげようと思ってるんですけどもあんこ協会が出しているあんこのね、資格があるんですへえ、そう、どんだけ好きかっていうのがね、分かるようなテストだったりとか、いろんなのがあるので、はいはい、そういうのを調べてみるのも楽しいかもしれない。こんな資格あるわみたいなのも、ね、あるかもしれない。あのなんだっけ、よく検定でありますよね。あのふるさと検定とか、ね、そうですね。ああいうのもなんか自分の興味あることをね、ちょっとそういう目で見てみるのもいいかもしれない。いや、なかなかちょっと楽しいんじゃないですかね。あのちょっと5月病から抜け出すっていう対処法、まあいろいろあるとは思いますけど、僕らとしてはこう緩く緩く、自分にあんまりプレッシャーかけずに進めていくっていうことで、あのちょっと楽しいこと、自分が興味があることをもう一つちょっとステップアップしてみるというか、調べてみるっていうのはいかがでしょうか、深掘りしてみるっていうのはいかがでしょうかという話になりました。僕らはこの空の下、晴れる日を待っている。君の心に広げる傘を持ちながら。この番組では深夜に句を読んでみんなの聖書をことほぐ新約聖書のコーナー、どこかにあると噂の言葉技辞典簿に載せる心臓ことわざ作品、ことわざ文字列作品、一字違いで大違い、江戸五等功作品、そして座右のアニメ、最近泣いたアニメ、このアニメのこの歌を語る幸福歌合戦コーナーへのお便りも募集しております。深夜にご一緒にヘラヘラ笑って気分を緩めてから寝られるといいなと思っておりますし、こんな劇場面白くないかなというみんなの劇場創造論へのご提案、そして日本狼を見た、日本カワウソを見た、オリーブ君を見た、日本アシカを見たという目撃情報もお待ちしております。皆さんも思いついたことがありましたら、ぜひお便りくださいね。いただいたお便りで僕らの話がどこに向かうのかは分かりませんが、それはその時になってのお楽しみ、ちゃんちゃんということでリスナーの皆さん、今回もお聞きくださってありがとうございました。皆さんとご一緒にお迎えした新しいこの週が、皆さんにとって素敵な1週間になりますように。はい、今回もあの僕の
声で始まって一人かいって思った人もいらっしゃるかもしれませんが、あ、ね、無事、女性2人も混じっていただいて、めぐちゃんとあこちゃんにお手伝いいただいて進んでまいりました。めぐちゃんいかがでしたか？楽しかったですね。最後楽しかったのが分かりましたでしょう。ちゃんちゃんが入ってました。あれ一つのバロメーターね、はいはい、ありがとうございました。あこちゃんいかがでしたか？はい、やっぱりね、面白く楽しく、でも大事なとこもちょっとつかみに入れつつ、うん、こういうお話ができるのがね、いいですね。またこの1週間も楽しく素敵に皆さんと過ごせたらと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。今のところの希望的観測予測なんですけど、おそらくですね、次回の総集月収ではめぐちゃんが入れてくれたコーヒーの話ができるかもしれない、ね、香りをうまくお届けできるかな。言葉で ね、 ね、うん、はい、そういうことを今考えておりますのでね、ぜひ楽しみにお待ちください。ではまた次回お耳にかかりましょう。今回の学園天国エル楽園総集芸集はおしまい。おやすみなさい。